イエイでーす。真っ暗、5月何日 ?22 日かな ?22 日日曜日の夜です。はい、もう寝ようと思って電気を消してます。はい、電気を消す前にビデオでしゃべろうと思ってんけど忘れて電気を消してしまって、で、あって思ってこの暗闇の中でちょっとビデオを押してみたら、まあいいかと思って、はっきり見えない方がいいなと思って、もうお風呂上がって寝るとこなんで何もはっきり映らない方がいいなと思って、なんと外は雨が降っています。びっくりしました。お風呂上がって部屋が暑いから久しぶりにベランダに出たんですよ、涼みに。そしたら地面が濡れてて、あれ雨降ってんやと思って、そしたらゴロゴロゴロって聞こえてきて、で空がピカって光ってて、雷鳴ってんのって思って、天気予報見たら雨と雷やってね、びっくりしたけど、今日暑かったから、私暑くて汗かいたし、うわすごい雷鳴ってる、うわ暑かったからこんだけ雨が降ると気持ちいいよね。もしかしたら私の声より雷の音も入ってるかもしれない。ちょっと話したいことがあってビデオを撮り始めたんですよ。今日はすごい頑張ったよ。ある一つのことを一歩進めた。暑い中汗かいて進めました。はい、またそれは、報告できるようになったら報告したいと思います。わすごい雷になってる。で、話したいことっていうのが、うわー怖っ。なんかね、なんか寂しいなって思って、まあ、寂しいなって思うのは時々思うけど、なんか心と体がそのある感覚を求めてるなって思ったんですよ。なんやろうこの感覚、この知ってる感覚って思ったら、それは母に会いたい、母と話したいっていう感覚やったんですよ。母と話したい感覚っていうよりも、母と話してる時の自分の感覚が恋しくなったんですよ。安心感、絶対に自分を 120% 応援してくれてるという絶大な安心感っていうか、無条件の愛に包まれてるような感覚とか、母になんかその自分の思ってることとかを話して聞いてもらってる時の安心感、その感覚がすごく恋しくなって、でそれ自分で気づいて、あそうなんやって、ママに話したいんやな、いろいろママに話聞いてもらいたいんやなって自分で気づいた時に、無理やなって思ったんですよ。だってもう母の肉体はないから、直接会ってこうでなこうでなって話を聞いてもらうことはできないじゃないですか。まあ心の中で語りかけるぐらいしかできないじゃないですか。世の中って本当にどうしようもできないことってあるんですよね。今みたいなこと、母に話を聞いてもらいたいなって思ったって、もうこの世にいないから
それは絶対できないじゃないですか。まあそれは向こうには聞こえてるのかもしれないけど、肉体を持ってた時みたいに会話することはできないじゃないですか。だから本当にどうしようもできないことってありますよね、この世の中にはね。で、思ったことは、その母と話してた時に自分が感じてるその安心感とか、絶対この人に応援してもらってるっていうその安心感を自分は恋しくてそれを感じたいわけじゃないですか。で、そしたらそれって自分が自分にしてあげる、してあげる必要があるんじゃないのって思ったんですよ、自分で。それができることがきっと一番理想なんかな。例えば自分が母になり代わってこう二役やるみたいな、二役会話する、母になりきって喋って、で私は私で喋って、一人二役してみるとか、そうするといいのかな。その亡くなった母と話したい、話を聞いてもらいたいって求めても、求めてそれが得られないって思うより、それを自分にで自分にできたらきっと求めなくて済むんですよね。それができるのかな、わからないけど、そんなことを話してみたいなと思いました。はい、真っ暗闇怖かったですか怖かったですか。今日本当暑かったので汗もかいてちょっと疲れたんで、この降りしきる雨の音と雷がなんかすごい気持ちよかったです。で、なんかいろんな思いをなんかこう押し流してくれたような気が今しました。そんな感じしますよね、雨ってだって浄化やもんね。だからこの雨と雷は多分たくさんの人のなんか思いとかを洗い流してくれたんじゃないですか。なんか今そんな気がした。暑い時に雨って気持ちいいよね。はい、初めてこんな暗闇で撮ってみました見てる人怖かったですかね。全然怖い話じゃ なかったでしょ。じゃあまたお会いしましょう。いい夢を見てください。それではまた明日。Have a good night. See you tomorrow. Bye.